Hachikori TV Start。このハキリバチが、このハキリバチがね、ここの隙間から出てくるんですね。この中に巣作っちゃって感じなんですね。で、当然ながら金網をね入れることになりまして、家一周ね、きれいに入れて、まあ、コーキング剤とボンドで止めようと思います。隙間、ここにいるじゃん、ほら引っかかってるよ。あれ、これほら引っかかってる、なんかのあれで引っかかってるね。ハキリバチがねやっぱ飛んでくるんですね。でさっきあったやつはピンセットでね取ろうとしたらポロッて下落ちちゃいましたので、おそらくこのね基礎の裏側に落ちてるだろうと思います。でここにこいつ入れるの結構難しいですね。丸くして大きめにして詰めるしかないですね。ちょっと詰めて蜂が入れるか確認しようと思います。まだね飛んでくる蜂1匹いるんだけど、殺さないでこういうとこね入っていくんだけど、殺さないで、こいつ設置してどうなるか見てみようと思います。これね入れてみたんですけど、こんな感じで少しね若干大きめにして入れるとこんな感じで止まるんですね。だからこれだったら大丈夫でしょう。あとここにコーキング剤入れて、手前もコーキング剤かな、で落ちないようにして、端と端にはボンドをくっつける感じ、そんな感じでいきましょう。これ、ね、今切ったのが 1.6m あって、だいたいこんな感じで入れようって思ってます。今まだここにね蜂入ってるんで、ちょっと出てくるまで待たないといけないんですけど、もうすぐ出てくると思うんだけど、出ていったらこいつを入れて、あとねここ角はね潰れちゃうんで、こいつがね潰れちゃうんで、角にはちょっとコーキング剤たっぷり入れようと思ってます。この字この字でやろうと思ってます。出てこねえな、まだな、ちょっと今出ましたね。こんな感じですね。ではねここにこれはめてみましょう。どうなるか。後でね、コーキングします。あとここもそうだけど、ちょっとね、これでどんな感じになるか。もう来ましたね。入れるかどうか。
隙が入れないんですよ。まあ、抗菌がまだしてないですけど入れないですね。今必死に入ろうとしてますね。入れないですね。横から入ったですね。なのでこれまで横から今入っていったので、横から入ってたので横を止める前に一回ちょっと出しちゃいますね、これね。ここで一角詰めてみたんですけど、ここ奥からね、手前ね。ただもちろんここの交差するとこは甘いんで、ここがコーキング剤入れちゃおうと思います。あとやっぱね、ここなんかもほらコーキング入れないと欠けちゃってるところは あるので、コーキングとボンドでちょっと固めようと思います。では、あ、来ますかね。ね、L 字でコーキングも入れました。さあ入れるかどうか。とりあえずね、角はねコーキング入れてるんで。どうなるか、これで入っていけるかどうか。さっきはね横がついてなかったんで、今横も入ってます。無理ですね。一生懸命ね、入れるとこ探してます。そこに入れそうなとこ一箇所あるんだけど、隙間がさすがにさ、この体じゃ無理だよね。ハキリバチ葉っぱは切れるんだけど、穴はね開けられないですね。クマンバチじゃないんで。なので、まあとりあえずこれ入れないでしょ。というわけで作業入ります。これは放っとこう、もう入れないんで、ちょっとコーキングしていきます。今ここね、こっちが 1.6m と奥がまあ 1m 弱やった、約 2m で、まあ通気もするし、あとやっぱコーキングってこっちがね、欠けてるんですね。このコンクリの方が。コンクリの方欠けてるので、こっちは問題なくて、ちょっと広げて入れてるので、ここは辛い位置になってるはずです。で、まあ、コーキング剤しなくても落っこちないですけど、念のためね、コーキング剤してあります。で、あと残りも全部、ちょっと今から1日作業ですけどね、頑張ります。でこうやって来るんですけど、さすがにもう入れないですよね。さすがに入れるわけないです。入
はっきり言えばですけどね、行っちゃいました。まあ非常に今日天気がいいですね。今日9月20日です。今ねこれ 1.6 の2本3メーターですね、作っていってます。結構家の周りだと 1.6 だったら50本ぐらい必要かな。材料はいきなりいっぱい買ってきたんでなんとかなると思うんですけど、切るのがめんどくさいんですね、これね。この字にするより切る方がめんどくさいかもしれない。もちろんだけど、こういう、専用道具じゃないと、ハサミでも切れるけど、そんなの50個やったら死んじゃうんで、あとね、ボンドはこのボンドいらないですね。コーキングだけで、1日で固まるんで、まあ、変な話、コーキングやらなくても、ここ広げてね入れてるので絶対に落ちないんですけどね。この落ちた大丈夫なんですけど、でも念のためコーキングしとかないと、ほら壁にかけちゃってる場合はコーキングで塞ぐわけですね、これね。切り鉢ね、諦めてここにいますよ。ここに入れないからかじろうとしてるね。かじってこれ来た、かじってた。結果的にね、四角に入れてるんだけど、まあ、丸くなっちゃってこんな感じになるんですね。でこっちはほらここね割れてるんで、凹凸があるんで、こっちは、まあ、コーキングで、念のため入れてます。こんな感じです。で、これね、こんな感じで、これ、ね、引っ張って入れてるんで、こうやって、この弾力で落っこちないんですね。1日かかって完成しました。でね、入れないようにはなってます。家一周なので通気口ってここだけだよな。あとはこういう通気口は入れないでしょ。ダンゴムシいっぱいいるね。動画にいいねを忘れるな、ゴリゴリ。チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ。最後まで見てくれてありがとう、ゴリゴリ。チャンネル登録をお願いいたします。作業エリアは東京、神奈川、埼玉です。電話番号は 080-9171-3688 です。終